それでは第9試合でオープンフィンガーグローブマッチで引き分けとなりました萩本尚二選手のインタビューとなりますお疲れ様でしたお疲れ様でした試合をやっての感想をお願いしますそうですねまず、えー、とこの舞台に呼んでいただいた伊藤代表はじめ関係者のスタッフの方本当にありがとうございますあと対戦相手のジャッキ選手、えー、本当に戦っていただいてありがとうございます。 戦ってみて、えー、ジャキ選手、印象はいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、ガツガツ来るとは思ってたんですけど、まあ、あの女、1ラウンド目からガツガツ来て、うん、そうですね、まあ、息はある選手だなと思いつつ、まあ、最終ラウンドまで行って、まあ、最後は打ち合う形になったんですけど、途中でちょっと自分もテンションハイになっちゃって、楽しかったです。 1>, 1ラウンド目でかなりラッシュかけられましたけど、あの時はどういう,こう心境というか、その冷静に見てたとか、そういうのあるんでしょうか。そうですね、最初、ラッシュ来たんで、絶対いつかは体力尽きるやろうなっていうのは思ってたんで、ガードをしっかり固めて絞って、あのー、ラッシュが終わるのを待ってました。では、狙いはじゃあ、スタミナを切れるのを待ってたっていうか、そういう感じですか。 そうですね。スタミナ切れてからこっちからのペースで試合を運ぼうかなって考えてました。判定を聞いてる時の気持ちというのはどうだったでしょうか、三者三様という形になりましたけど。そうですね、最初、自分の方にい判定が1入ったんですけど、まあ次で、えー、引き分け、最後の3人目で、来たなって思ったんですけど、相手選手に上がったんで。まあ 正直、3ラウンド目でラッシュかけられたので、取れたかなと思ったんですけど、やっぱ違いましたね1、対1のイーブンでしたね今後、またオープンフィンガーってやってみたいとか、ありますかそうですね、やっぱオープンフィンガーは普通に楽しかったし、殴り合った時きに、お客さんたちがこう湧いてくれるっていうのは、選手としても嬉しいんで。 いいと思いますそれでは、えーと他えーと、そうですね、萩本選手、今後の目標等ありましたら、教えてくださいうん今後の目標、ちょっと今、試合終わったばっかなんで、先のことはまだ考えれてないんですけど、まあ、一番はここまで、やっぱ自分を育てていただいたチーム、事務会長はじめ、応援してくれてる皆さん、本当に感謝でいっぱいですありがとうございます。 ありがとうございます。他ございますでしょうか。大丈夫ですか。はい、では今日応援してくれたファンの皆様に今一度メッセージをお願いします、えー。今日は本当に応援していただいてありがとうございました。とても楽しかったです。結果としては、えー、引き分けになってしまったんですけども、でも皆さんの応援がとても自分の力になりました。本当の心から感謝します。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では以上で萩本昌司選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。